速稼塾の久保です。新潟速稼塾の奈美さん、今日も動画を送っていただきましてありがとうございました。いただいた動画は体の枝のステーキング情報ですけども、5月14日付で出てますよね。で、この頃の価格と今日5月20日の価格ってのはちょっと違うんですけども、現在の価格ちょっと見てみましょうか。ちょっとね、たまげちゃいますよあんまりいい意味じゃないんですけども、今ね196円なんですよ。ですんで250円をつけた後、200円を切るとこまで来ちゃいましたね。仮想通貨市場、暗号通貨市場全体がぐーっと下がっていって、ビットコインなんてね200万円台に入るんじゃないかなって言われてたところがありますけども、まあ願ってもないことでございまして、200円台になったら私はね、大量購入またしようかなと考えなくもないから、まあ買わないですね。余計なことしない方がいいですね。まあ、というのはこのカルダノがすっかりとねステーキングをどんどん送り込んでくれてるからで、もう資産的にはこれで十分という感じでございます。ただしカルダノに依存することもできませんので、カルダノに万が一のことがあっても大丈夫なように YouTube 活動なりね、それから FX 活動、それからビジネス、こちらの方もねしっかりとやっていこうと思います。まあ、ナミさんね、今回あのステーキング情報をまたね送っていただきましたけども、おそらくねこのステーキング情報をもとにカルダノエダに興味を持つ方多いんじゃないかなと思います。そして今カルダノを買うならまたチャンスがやってきたんじゃないかなと思います。やっぱりねこれね300円500円になっちゃうともう手が出ないと思うんですよ、心理的にも。まあ、ですんで、まだね高値水準ですけども、私が思うところプレセールで買った人間からするとね、100円とか200円ってカルダノの価格もうねすごい金額だなと、こっから買えないよみたいなところですよね。だって200倍とかになってるわけですから、500倍か。ですよね。1000倍とかになってるわけですね。いや、すごいですね。ということでね、なんか、前姫さんの、この、ナミさんですね。ナミさんの送っていただいた動画見ながら、感慨深いものがあるなと思いながらね、放送の方をお届けしました。まあ、仮想通貨暴落中ですけども、カルダノは、ステーキング報酬もあるし、もう全くね、内容が違いますからね。なんですかね、暗号通貨の中ではカルダノかカルダノ以外かっていうのはこの2つに分けられてるんじゃないかなと思います。よくねビットコイン以外をアルトコインって言いますけども、いやいやアルトコインっていうのはカルダノとアルトコインっていう扱いで、ビットコインすらアルトコインの、ね、仲間入りにしちゃいたいなっていうくらいの思いがありますけどね。さあビットコインはじめ暗号通貨市場どうなんでしょうか。これからも注意深く見ていきたいと思います。それでは、ね、まゆひめさんよろしくお願いします。